はいみなさんこんにちは1月11日分の今週遊んだゲームへようこそうよこそうダニエルと今井と野口です3名で、はい、届けたいと思ってます、えー、今回ですねえっ、ー、とまあ今年初の、えー、と今週遊んだゲームということでまあ、うん、今週っていうかねお正月中にはそんなものも含めると思いますがす、ね、はいなのでえっ、ー、とまあメインのメニューで言いますとえっ、ー、と High on l i f e m a s is、うん、dead エスケプフロム・タルコフの3作、えー、について語りたいと思ってまして、はい、時間がもし余れば、あののの他に、こまごまのタイトルもあるかなと思います。はい、ちなみに皆さん、お、えっと、正月中にゲームできたまあまあ。まあ僕は割とできました、ね。まあまあ。はい、割りかし寝てた方がい <laughs>、はい。そんないっぱいしてないです。<laughs> そう そうなんだね。あと今年の表彰は短くなかった？短かったさ気持ち。うん、気がつけば終わってた。そうなんですよ。あと今、はい。家族でね、いろいろね、あの、対応しないといけないあるけど、はい。とはいえ、まあ僕もある程度ね、ゲームできたので。えっとまずじゃあ、ハイオンライフについて私は。ああ、気になってますよ。こちらは作品ですね。えっとまあちょうどこの間十二月に発売されたんですけど。 えと日本語のローカライズ、まだ付いてないです、開発者さんによりますと、うん、こ,この間8月にゲームスコムで直接聞いたところで、日本語でもローカライズしますかと聞いたら、えーとまあ、検討中ですということだったので、スタジオがまだ小さなものなので、やるなら論じこうみたいな、うん、一応前向きに検討しているような、えー、と返答だったんですけど、今のところは何のえっ、ー、の進捗はないです。はい、なので、えーと、皆さん、遊べるよ。 けど楽しめるかどうかは別です。英語だからね。このゲームですね。えっと英語だからっていうことよりはそのやっぱ会話非常に多いゲームで。そうなんですね。の SF 系のアクションまあ FPS なんですけど、とこのゲームの特徴はですね銃各銃がもう実際に宇宙人しゃべってくるおしゃべりしながら戦うはいそうなんですよ。しかも。 自分の右手で持っている銃と左手で持っているあのナイフもあるんですけど、それぞれ自分の個性があって、あのその武器の種類、そのまあいわゆるピストルみたいなものとかショットガンみたいなものも、いろんな種類あるんですけど、武器としての使い方、そしてそのキャラクターキャラクター性とか個性によって自分の,その今使っている武器によって、えー、と結構だいぶそのプレイが、まあ、変わっていくっていう話なんですね。はいで えとまあ、このゲームですね、えーと、ジャスティン・ロイランド、えーとですねえー、とリックモーティというシリーズを作った人のスタジオ、スクランチーゲームズが開発してまして、まあ、これまで他のゲーム、うんうん、トローバー・セイズ・ザー・ユニーバースとか、他のゲームは出してるんですけど、うんうん、今回こう、がっつりしたこうフルスケールの FPS ゲームを出したのは初めてっていうことなので、結構、の彼の。 ヒューマーセンスそのルリックアンドモーティでのヒューマーセンスの好きのであれば今回結構かなり似てるようなもんなので、うん、いわゆるちょっとこう SF でいろんなその世の中に存在する作品から影響をだいぶされてましてこう変な形で再現するような、まあ、パロディーだ、ね、パロディ的な部分もありますし結構遊び心が非常に多い作品でシューターなんだけどシューターとしてまあ結構成り立つけどそれ以外の部分が こう世界観が面白いっていうところが一番まあ個人的に強いかなと思ってます結構これやって楽しくその、はい、バンバンバンってやってる間ももうずっと喋ってないんですかえっと基本そうなんですけど えですね、特にこう前半ですね一つ目、二つ目ぐらいのステージ、まあ、ステージ型のゲームなんですけど、うん、あの結構こう話が特にこのそのメインとなる銃ですね、一番こう最初に手に入る銃、ケニーってやつからの話が非常に多くて、まあ、説明話も含めて。うんうんうん チュートリアルしてくる、うん、そうだけどちょっとずつまあそれ減っていくけどで新しい武器が手に入るとまた,ああの新,たの新しい会話が出てくるからしかも場合によって銃がお互い同士で話す時もあるしその辺もやり取りは面白くて自分の今使ってる銃によってそのプレイ中の出てくるセリフは違うやっぱりですね。 なんていうこの間の例えばガーディアンズ・オブ・ガラクシーのゲームだとずーっと会話されてるような感じですけど、うんうん、今回一応そうだけど両で言うとガーディアンズの方が多いというか、はい、でえっ、ー、とシューターとしてですねあのなんていうかなまあヘイローとかそれ系のゲームから結構影響されてるかなっていう感じなんですけど、えーはい、ちょっとでもまあ、うん、操作感がそこまでタイトじゃなくてもう少しルースな感じで、うん シューターとしてはちょっとだけ緩いなっていうところもあるんですけど、えー、まあやっぱその武器のバ,バリエーションとか面白いっていうのもあるしあの実際にこう各あの武器にですねあのそのメインの,そのまあ銃としての,そのブラスター的な使い方もそのメインの,その攻撃はありながらこうサブの攻撃あの普段え2つもありますので例えば、えー、とケニーだとあのケニー。 <laughs> 左,左,左目のトリガーを押すと、まあ、普通にズームインするんですね。うん、よくありがちのだけど他のキャラクターだったらそれないの。はい、例えばガスっていうやつですね<ス>ショットガン的な<お>えとブラスターなんですけどはい、はい、左のボタンを押すとあのカービィみたいに吸い込むんですよ。面面白い<で>面白い、ね、で,で敵の種類によるんですけど小さめの敵だったらこう吸い込まれて近づく。 でショットガンなのでバーン,バーンと出す。いいすね、それはいいアクションですめちゃくちゃよくて。いいですね、そしてさらにあのそのレフトバンパーを押すときに、はい、えっと彼そのガスだとですね、あのででかい丸いのこぎりみたいな層のやつを投げるあ<ー>。<laughs> とかそうケニーだったらえっ、ー、とグローブショットってやつがあるんですけど、そのなんていうまあグレネードみたいなものですけど、うん、それを投げてえっ、ー、と敵たちが 空中に飛んじゃってで死なないけど空中にいる間にもし<お>あ<の>撃てるてるとしたらダメージがさらに与えるということです。結構そういった意味でクリエイティブな使い方いくつかありまして各武器が新しい武器が手に入る時にこれの一番いい使い方は何だとか考えることもあるしもう一匹の銃なんですけど弾じゃなくて。 赤ちゃん、小さな赤ちゃんたくさん出投げて、ねあれその彼らの敵を自動的に倒しに行くんですけど、そのサブのアクションとして、敵をマインドコントロールする一匹を出して、その敵が一時期仲間になって他の敵たちを倒してくれる。で、弾がなくなった時にリロードする時に。 っていう新しいあ子供たちを。それはなんかトレーラーでも出てきました。かなりおかしいですよ。あのそういう意味でちょっとデイビッド・リンチ的な感があって、あのボディーホラー的な。でもあのグロイでありながらかわいい。クローネンバーグ。そうそう、クローネンバーグか。あとはあれだよ。エイリアン的な。そうそうそう、そうそそううなんですよ。はいあと。 まあ、ブレイドランナー的な様子ありながらマッペツの様子もあるみたいな感じなのでかなり面白い,面白い、ね、あい作品ですね。いやね、はい、でも本当にあのこれ会話が多いしネタとかその細かいネタが多いので,で多分そう吹き替えは欲しがありますよね字幕じゃ足りないと字幕だと結構きついと思うんですけどでも結構あのそのヒューマーセンスも良くてまあ、うん それもそのなんだえっ、ー、とリカンモーティンの時も好きな人嫌いな人もいる結構分かれてると思いますので今回のヒューマンセンスは一応かなり似てるので好きのであれば好き嫌いのであれば多分嫌いと思うんですけど,どまあちょっとこうあの下ネタが多いしなるほどだけど面白い時非常に面白いしあの結構でもまあ子供の前であんまり遊ぶ <laughs> のはおすすめにしないできない。ないはい、まあ大人向けアニメですからね。リカドボーティーも基本そうそうそうなんです。はい、日本だとね、いまいちまだ人気ないですよね。はい HM とか行くと HM でリック・モーティーのキャラクタークッズとあるああ、ね、置いてあるけど誰が買うんだろうそれは多分ねグローバルで売ってくんだだからまあ,まあ本当に向こうでは人気なあの大人向けアニメなんだけどちょっと日本だとそういうカートゥーンはそんなに人気あるもんないんでこれが人気あったらもっとすんなりローカライズできそうじゃないですかそうですねはい、はい、だけどまあそういったヒューマーが似てるようなヒューマーがあるけど今回ゲームだから こそのヒューマンもあります例えば、まあ、あまり,、ね、あまりこう直接言うとネタバレになっちゃうか言わないけどうん、うん、ゲームを起動するときに基本的にこうなんていうリーガル文言が出てくるんじゃないですかす、ね、でこのゲームの文言の中でこのゲームにバグみたいなものが見つけたらそれは他のゲームにバグあるよねというパロディだけですよみたいな <laughs> <laughs> パロディのセンスが出てくるとか。<laughs> そういった意味で結構ゲームらしい、一応、IGN a のレフェランスもあるし、ゲームパメディアもあるし、そして最後に言いますと、世界観、相当理想的だと私個人的に感じまして、自分が人間で、いろんなエイリアンたちが地球に来て人間たちを狙われていまして、一応、人間がやっぱり食べるといい肺になる。 ドラッグになるわけだから地球というところを見つけてお最高じゃんこの人間がいっぱいいるからハイオンライフそうそういう意味のハイオンライフですよちょっとやばいですねやっぱ日本だとちょっとね大人向けてそうですねなので自分が基本的に唯一の人間で一応出てくるけど基本相手は全員いろんな種類の家で、あでいろんな惑星で惑星そんな多くはないけど 複数の惑星で行うアクションでいろんな種類のクリーチャーが出てくるしそのクリーチャーデザインは面白い可愛らしいけどね可愛らしいし場合によってかなりひどいキャラクターが出てくるしあとやっぱこうすごいカラフルな惑星が多くて舞台がすごいの綺麗で楽しいというかあと音楽も最高なんですよエレクトロ系の音楽でこれね有名な人がやっててタコ 何かやってますね、かなり有名な人。調べてないんだよ。えっとね、なんかラ、はい、ラッパーとかのプロデューサーをやってる、タバコっていう人、たばこをやって、有名なアーティストですね。結構いいですよ。 あ,のあと、結構その探索要素は結構あるし、そのドストレートでこうストーリー中止でやろうと思えば、うん、まあずっとマーカーに向けてこう進めることももちろんできるんですけど、あちこちこう隠しあのチェストみたいなものがあるので,、うん、で、場合によって探すの大変、そして場合によって自分で今持ってる武器、うん、自分で持ってるアイテムで、ちょっとこうメトロイドバニア的な意味で。 まだ行けない場所に置いてある場合もあるので、見て、考えて、うん、どうやってあそこはいけるのか,とか。か探索要素みたいなのがあるんですね、はい。結構その辺あの、ガッツリやりますと、多分プレイ時間が倍ぐらいになるかな。私<ー>もう今のところ、10時間ぐらいかなやってて、ボス7体ある中で5体は倒してるので、終盤、そうですかね。ねはい。応募、はい、そういいですね。はい。多分全部で15時間とか、そのぐらいでやろうかな。うんうんうん、ちょうどいいボリューム。はい。うん はいお勧めしていますあの日本に来るといいなはい <laughs> 一応あのゲームパスで無料で遊べるので <laughs> そうですね,ゲームでですね英語にあの英語力に自信のある方ぜひあのゲームパスでも遊んでみてください、ね、はい、はいえー、じゃあ次今井さん行きましょうはい、えー、私がお正月休みにまあ主に遊んでたのは <laughs> マーサーイズデッドっていうタイトルですね、うんうん、えっとまあこのゲームは2023年リリースされたホラーゲームイタリアのホラーゲームでえっ、ー、とまあ 話題に多少なってたんでちょっと気になってたんですけど時間がなかったからやってなかったんですけどたまたまちょっとやる機会があってえクリアまでプレイしました、うんうん、でまあイタリアっていうのはあんまりゲーム出してないですよイタリアのゲーム知らないでしょみんなわかんないです、まあその間デイメアの取材できましたデイメアねデイメア,デイメアもでも結構小さなインディーだと思うよであとそのあのなんだっけあ レッドフォールというあの車のゲームっていうかその無重力あのワイプアウトみたいなゲーム作ってるのもイタリアの人でその人と会ったことがあるんますけどああイタリアゲームって実はあんまなくてインディーゲームもまだまだこれからなんですけどやっぱイタリア人ってななんか私の勝手なイメージですよやっぱデザインに対するこだわりが強いですね見た目的なとこあってこのゲームあのテーマはですねまあホラーゲームなんですけど1944年ぐらいで。 まあ、いわゆる第二次世界大戦が、まあ、終わる直前のイタリアの片田舎がテーマそして。その田舎の風景がめちゃくちゃ結構きれいに、えー、再現されて、ちっちゃなマップなんですけど、あのかなりこだわったマップで、えー、自分の家があって、なんか牧,牧場っていうか、牛とかいるところがいて、墓地があって、湖があってっていう、教会があってっていう、すごいちっちゃな村なんですよ。でそこなんだけど、まあ、ともかく 最終的に、ね、話の内容が言わないようにするとこの話はもうえぐい <laughs> う私がやったホラーゲームの中でも一番えぐいぐらい強烈ですね<ー>これはでも逆に言うとイタリアといえばイタリアンホラーっていうジャンルが昔からあってそのイタリア人の監督によるホラー作品って結構昔からあるんですけど,どまあそれにも影響を受けてるんだろうしあとちょっと思ったのは最近の作品だとあのレッドキャンドルあのあの台北の デボーションとかデテンションとか作った人たちにも影響を受けているような感じで、まあ、怖いんだけど基本的にはサイコホラーで、うん、まあ自分が何してるのか分かんなくなるとか自分がなぜか人殺しちゃうとかそういうのをいちいちもうナイフとかを操作させる。 <laughs> もう何やったらもうやばい、これネタバレって、具体的なのは言わないけど、人を殺す、人の死んだひあの体を解剖するとか、<ー>自分の体傷つけるとか、もうそういうのいっぱいあるから、そういうの苦手な人はやんないでください、うん、最初にちゃんと警告あります、警告があったけど、そのままやって、途中で、この後のシーンや自傷行為があるからあの、気をつけてくださいっていう、そのトリガーだとートんだけど、<ー>遅いよって、思った <laughs> <laughs> 散々そんなこまでね、いっぱいえぐいシーン見てるから、もはや遅い。 <laughs> ともかくあの本当に陰ン,ンな話です。でまあただそういうスキャンダラスな意味だけではなくやっぱり美しいあの、えー、と町,の町というか村の中を探索するという楽しみとあと面白いのはこのゲームは一番重要なメカニクスにそのカメラの,、うん、あのメカニクスが入ってて主人公は、えー、と昔のクラシックカメラねこうやって覗くやつね。あのファインダーがこの ファインダーじゃなくて、えー、と何ファインダーっていうんだっけその直接映るファインダーうん、うん、でこの昔のフィルム中盤フィルムですねちょっと 35mm よりでかいやつ、うん、僕結構写真部にいたことあったからいや覚えてるんですけどそれで撮った写真を現像する場所があって正確には現像はしません現像はすぐ終わってプリント、えー、とここにカメラカメラっていうか引き伸ばし器ってあるじゃないですかでここにあのセットして自分で好きなフィルムをセットして実際に カチって光を当てて何秒かこう録音したら止めるんです。で、うん、そ,その後駅につけてっていう作業まで全部やらせる。<ー>でそれが結構細かくてあのちょっとしたミニゲームになってるんですけど、凝ってるのはあの現像ってあのかあの写真のプリントってそのプリントするときによって色の濃さとか明るさとかあとそのフォーカス変えれるんですよ。でそのフォーカス変えたやつもちゃんとね。うんうん <laughs> 反映さ,されるから、うん、わざとぼや,ぼやけた写真とかを作ることもできるそういう、ね、マニアックなこだわりがあってへえすごい <laughs> 面白いでまあそのカメラのやつはそういうあのなんか収集要素でもあるんだけどただ重要なパートではあれですよ心霊写真ですよああ<ー>んか心霊写真のようなものが撮れたりあとは、うんえっと、この話ミステリーだから あの時に撮った写真に実はヒントがあるんじゃないかって言って、現像して、現像したら何かが写っててって言って、それで真実が判明するみたいな。なる,なるほど、なるほど。まあ、そういうカメラっていうギミックをうまく使ったあの話にしてますね。うんまあ、ただね、そういうのぶっ飛んでしまうほどね、えぐい話ですよ。<laughs> もう驚きましたよ、ちょっと。これもね、えー、絶対子供はできないし、まあ18歳以上だし、ほかのプラットフォームで出せるのかな。ま <laughs> あな,なるほど。<laughs> それすら怪しいです。 あともう一つはやっぱり1944年っていう設定からしてちょっと面白いのはイタリアはその第二次世界大戦だといわゆる数字国アクシアンっていうかその数字国ドイツうん、うん、イタリア、えー、っと日本。うん ですねでこの主人公の,、ま、あの主人公は実はマーサとジュリアっていう双子がいるんですけどジュリアっていう方なんですけど、はい、お父さんがドイツ人なんですよ。えー、でドイツ人があの同盟国であるイタリアにいてそこでその戦争の指揮をってるから、まあ、つまり戦争に負ける悪役として存在してるからちょっとそこら辺で少し戦争の話が絡んできて。 あのー、この主人公はお父さんにはそのやっぱドイツ軍の立場としてイタリア人とはあま接しないようにしてるんだけどこっそりとイタリア人の、まあ、いわゆるパルチザンですねそのレジスタンスと接しちゃってそこでのミッションがサブミッションがあってそれが、ね、結構、ね、リ,アリアルなのはあれです、ね、モールス信号を送るみたいなのをやらされるんですよ結構難しかったモールス信号を考える <laughs> でもそれはそれで結構面白くて、まあ、そういう戦争と、うん まあこのホラーっていうものをうまくミックスしたタイトルで決して全体の出来は良くないところもあるんだけどまあインパクトが残るゲームでそのカ,ルトカルト作ですね。評判っていうかまあ スコアとか結構いい方ですね全体的に日本語化されてるんですかあ日本語化完全されてます<ー>ちょっと日本語おかしいところも少しあるんですかな、はいはいか,なんか難しいんだけどおかしくないんだけどその回想シーンが何度も出てくるんだけど回想シーンがねおばあちゃんがしゃべってるような喋り方になってねでまあ捉え方によったら主人公は一応まあまあそのおばあちゃんの時に回想してるっていうふうに捉えられるけどちょっとやりすぎて 何とかだったなのさとか、あた<ー>しはとか言ってた。はいはいはい。そのジェンダーとか口調のが少し、ね、やりすぎな感じがあって。自然じゃないんですね、あんまり。少し自然ではないですね、うんまあ。とはいえ、全然あのゲームプレイはできるんで、ひどいゲームを。悲 <laughs> 惨なゲーム。<laughs> 厳しい、黒、ね、いゲームをやりたい人はぜひやってください。い <laughs> 思った以上に黒いので。

逐一あのなんていうかな QTE みたいなのが発生して、の<ー> <laughs> 皮剥がすとか、<laughs> な <laughs> 確かになかなかやらないですね。やらないす、ね、やらないですね。ね剥がすまでは。うん、スティーンページを開くことだけで千、ね、千ギャップ出てくるんですよ、ね。そうそうそう。もともとこの皮の開発者はえあのもともとイタリアンとこなんですけど、うん、これより前にタウンオブライトっていう作品で、まあこれもそこそこ話題だったんですけど、これは当時のこれも大体1940年代の 精神病院のリアルな雰囲気をあ模し<ー>た作品で、まあこれはもうちょっとねゲーム性としては薄かったんですけど、今回もっとゲームらしくなった作品ですなるほど。タイトルも一回お願いします。うん、マーサイ・ステートですね。マーサイ・ステート。はい、マルタって言いますけどね。マルタイタリアの人ではマルタ、マルスタ,スタ <laughs> ありがとうございます。じゃあ、野口さん。はい。えー、っと、僕はそれ正月のあたりによ,くよくやってたのは、エスケープ・フロム・タルコフです。うん、これ 今結構いろいろゲーム手に出したんですけど <laughs> 2022年全然,全然手,つけられた手つけられなかったゲームをいろいろ手に出して、ね、それで一番ハマったのがまさかのエスケープフロムタルクフって感じなんですけど私はあのこれ当,当時はまあきな全,然全然やってないんです<ー>えっとこちらのタイトルはの2017年からクローズベータが始まってて、まあ、ちょこちょこ話題になってたんですけど、うん、なんでこのタイミングでやったのかっていうとあのいわゆるワイプって言われる みんな全員 MMO みたいな感じでいろんなプレイヤーがプレイするネットゲームみたいな感じなんですけどあの全てのプレイヤーのステータスがリ,リセットされるっていう状態になーダー的なから始まったんですよ、はい、全てが、うん、でなので初心者からも今入りやすいよっていうのを聞いてでまたいまろんなストリーマーがまた始め出したので、まあ、そういったのもあってやってみようっていう感じで始めてみたんですね、うん、それってベテランのプレイヤーってなんか文句言わなかったの いや、もう、いやいや、そういうものなんですね。いやいやうう何回かやってる。もうすでに何回もやってますし、ーそういうゲームを作ってます。本当に Y としてみたいな、そういう意味ですね。はい、OK、OK、OK。はい。で、このゲームは、さっきのマダニアさんと今井さんの話とはまた別で、えっと、ストーリー性が全くないです。もう本当にゲーム性100でやってるようなゲームで、<laughs> あのそういう物語みたいなものはなくて、 まあ、プレイヤーの目的は何ですかね本当に何ていうか。なんか取ってきてお金稼ぐ、まあ、一応設定っていうかフレーバーあったでしょフレーバーはあります、ね。機密情報かなんかんみたいなものとか。<laughs> で、えっ、ー、と、まあ、プレイヤーすることといえば、まあ、いろいろなエリアがありますで、そのエリアは、まあ、箱庭になってて、ある市街とか、まあ、大きなスーパーマーケットの中とか、どっかの田舎の工場みたいな、そういったエリアから選んで、プレイヤー入って、その中に置いてある物資とか。 拾って帰ってそれを売ってお金にしてどんどん強い装備をつけていくみたいな感じで,、うんでまあ、あと他にもエリア内には敵対する NPC の他に、えっと、同時に参加するプレイヤーですね大体10人ぐらい同時に参加してマッチングしてスタートって感じなんですけどでその中で、まあ、サバイバルみたいな感じですね本当にすごくリアルなシミュレートをされてて、えっと、銃の部分とか、まあ、ご飯食べるとかえっと 飲み物が必要とか食料が必要とかあのゲーム中プレイ中インド,ンドン入ってくのヒッてテクノでそういうのを管理しながらそのどこまで自分が今ここに時間かけるのかとかっていうのであの計算していくような感じなんですけどまあこのゲーム面白い面白さ説明するとすごく難しくてやってみれば分かるんだけどでもやるハードルが高くてその説明がすごく少ないんですよゲーム内の。うん、なので あのいわゆる座学って呼ばれるその攻略ページを見るとかその攻略情報の中に載ってる初心者ガイドみたいなのを見てでもうーそういうのは座学とか全然好きじゃなくてと,とにかくゲームだからやってればなんとなく分かるでしょみたいな感じでやると多分面白さに気づかないまま離れちゃうと思います。 クープ系のそういうのって大体そうですね。なのでまあこのゲームなんかホラーテイストでもあるけど他のプレイヤーは基本的に敵対してるので意外と銃って撃つタイミング少ないんですよ。デメリットが多すぎるのでバレるとか、ね、バレる場所がバレると他このプレイヤーにわられちゃうとか,なんか基本的にはもう逃げる。 あの拾ってすぐに逃げる脱出する出口も毎回違うので、うん、そういったところであのマップのルートを覚えるとかなんていうかそのゲームの中の世界を理解すること自体が楽しくなる感じですねどんどんマップ自体も全くないのでマップ画面とかないので特定のアイテムを拾わないと、うんうん、ミニマップもないしっていうところで全てそのゲーム内で自分の力で経験を重ねて熟達していくのを楽しめる人であれば めちゃくちゃハマれると思うんですけどあのそういう人にでもちゃんと座学みたいなもの,こうあの誰かの有名なストリーマーの初心者解説みたいなものを見てから始めるのがめちゃくちゃおすすめですね。うんうん、なるほどなんでかなりハードル高いんですけどでもプレイするとかなりやりやすい部分もあるのでそういった意味では、まあ、これがすごく流行るとは思わないんですけど、うん すごくあの根強い人気があるのはめちゃくちゃリアできましたね。こんなに日本で人気出ると思ってなかったし、それこそその情報は全部日本語で手に入ったんでしょうか。そうですね。うん、そこまで行くのは確かにですね。うんうん、いや、うん、だから、もっと流行らないっていうか、もっとニッチなもんだと思ってるけど、タルコフやってる人自体はね、うんうん、多いんですよね、多分今。まあ、ストリーミング向きなんかも。うん、そうですね。僕も最初はストリーマー向きで、ストリーマーじゃないとあんまりかなと思ってたんですけど、うん、全然プレイしてもそんなことはなくて、はい。 これで野口さんにやるときはえ知り合いと一緒にやってますか、うん、あ基本上人ですね。あまだあのライカと一緒にや,やるってないんですけど、でもやっぱり知り合いと一緒にやるのが一番いいですね。うん。なるべくできたら、自分よりもっと知ってる知り合いってやると、いろいろ教えてもらえる。よりいいって感じなんですけど、はい。いや、すごい独特でしたね。<laughs> まあ、このルール自体は、あれ、どっちだったっけ バトルフィールドだっけバトルフィールド。はい。まあ、なんか、まあ、その、こういったルール自体、バトルフィールドとかにもね、採用されて、ああ、タルコフ、すでにフォロワーがいる。はいはい、なるほど。まあ、タルコフライクな作品はもうすでに出あそうですね。もうす去年結構出ましたね、確かに。なんか、やっぱその、あれよね、ログライク的な楽しみ方というか、そうですね。一発やってみてうまくいくかどうかみたいな、そうですね。気軽なところはあるんですけど、あと、予想以上に奥が深い。はい、かなり奥深いですね。なんか。 普通の FPS だったらなんか球まであんまり選ばないじゃないですかあの銃弾に入る球ってはい、はい、何でもいいじゃないですかまあせいぜいだから Apex の3つ三3つとかでもこの一1つの球の種類にさらに何種類もあってその中にどれが強いどれが弱いとかあってこの 弾は貫通力があるからアーマーを突破できるみたいな、そういうステータスは細かいので、その辺はだからリアル系ミリタリーゲーム路線なんで、かなりリアル路線ですね。実際の弾と大体一緒。ミリタリーローディングのやつがこだわってて、リロードのアニメーション。それもだから適当じゃなくて、本物のでリリアルの感じやってますね確かにアル ミリタリー好き、その辺のシミュレート好きであれば、かなり、このゲームなんだ、いいえ,えげつないなみたいな、<laughs> なんかとんでもないそのこだわりはいろんなところに感じるので、そ,のそうなんだだからやっぱり日本で流行るとやっぱ思ってなかったんです日本人そんなにミリタリー好きな人、全般で見れるのはそんなにいないけどそうそう、ね、確かに、ただそのゲームプレイ自体は比較的、まあ、カジュアルっていうか、まあ、そのやっぱ面白かった、ね、シンプルですね、意外と。はいうんまあ、サバゲー的なところもあるでしょうね。 オッケー、じゃあエスケープフォームタンカーは大丈夫ですか大丈夫ですよ。どうしましょうじゃあ、もう少し、じゃあ、えっと、休み中で、そういうのもまたあるのかなまあ、じゃあ私行くと、まあ同じく FPS の話になります。まあ、オーバーウォッチ2ですね。年末から始め、ちょうどシーズン2ぐらいから始めて、年末もやってました。難しいですけど、まだ。えっと、まあ、でも、そう、なんだろう、いろいろ意見があるけど。 いやまあオーバーウォッチ2はね、なんかまあ、オーバーウォッチと基本的にもちろん変わらないんだけど、はい、まあ、バランスとかやっぱり良くなったって言われてるんですけど、まあ、そういうのは私にとってあんま関係ないですけど、あれですね、あの、このゲームはやっぱり単純に忙しいですね。忙しいですね。それこそタルコフとかに比べると、始終打ちっぱなしだから、そうですね、休む間があんまりないですね、うん。まあ、それがまあ,あ、派手で楽しいのと、うん、やっぱ、その、慣れてくると、今、大体キャラクターをとりあえず全部触って、 って見て、はい、使うキャラクターは言っても多分各ロール2キャラぐらいで十分だとは思うんだけどはい、はい、知らないとね分からん頃しされるんですよ。そうですねどうしてもキャラ差が結構ありますからね。キャラ差もあ,あるし、まあ、そのバランスというよりも売るとどういう機能あるかあとあ<ー>今何で死んだか分かんないみたいなのが普通にあるね。今だから あの私は基本的にはあのタンクメインでやってるんですけどタンクがなぜかその人気になっちゃって、うん、あのすごいマッチング時間かかるからどうしようかうまあサポートもやろうとしてるんですけどサポートが難しくてしょうがなくて、うん、非常にね誰使うかまだ決めきれてないて野口君は何を使ってたんですか僕はシーズン1の時ロンチからしばらくしかやってないんですけどあのサポートはだたいキリコかアナ で選択の仕方としては、サポーター2人体制なので、えー、と僕のパートナーが、えーと、ヒール力高いか低いかで選んでます。で、高いときはキリコで、低いときはアナみたいな、うん、そんな感じでしたね。まあ,、はいあの、キリコは攻撃手段もあるし、そうですね、攻撃とあとは、まあ、無敵時間のアビリティがあるので、うん、そういったところでサポートできればなみたいな感じでやってましたね。はい まあ、あと僕はだからタンクは基本あの、まあ、最終的にディーバーに落ち着いたんですけど、うん、でもディーバーはね,本当ね動画とか見ると、ね、使い方が分かって本当に楽しいですねディーバーのウルトの使い方は動画に見るとも楽しいですよねすああまああれはで俺までねリあ、まあ、ちゃんと理解できないです基本路線分かってますよ、はい、あ狭い部屋で使うとかあとそのペイロードの上に落とすとかそうですかはい ディーバーってそのタンクでそのディフェンスマトリックスってあのねかあの銃弾遮断の技あるじゃないですか、はい、だから戦線に立ってずっといるのかなって思ったけど、まあ、ディーバーの強さはそこじゃなくて基本、移動力なんです、ね、それ高台にバッいくとか、うん、高台に行くとか、はい、あと、かなりやっぱダイブする方が有利なんで、うん、あの後列のなんかダメージ食らってる、まあ、アナとかいたら即刻殺しに行くみたいなのがすごく強くてやっぱつガーッといって倒して。 あのディフェンスマトリックスで避け切って戻ってくるす戻るそのムーブがまあかなり良くてそれでうまくいくとかなり戦線が壊れるのででもそれやってるとまあこれもだからあるあるなんですけど大抵相手があのー、あいつザリア出してくるんですよあー <laughs> ザリアハードカウンターですあのこのゲーム基本的にはその それぞれのキャラクターにこいつに対してはこいつは強いってかなり決まってるんですよアンチがいますねザリアはあのそのディーバそのディフェンスマトリックスっていう防御技全く無視したダメージをうんで <laughs> まあ来たら逃げますよ <laughs> 無視するそれか <laughs> もう、まあ、諦めて最近は、まあ、ザリア来たらザリア出してますけど、ね、まあまあそういうのはありん、うん、いいですよねはいはい でまあ、だからタンクはそれなりになんかふあのふるちゃんと振る舞えてるんですけど、うん、まあサポートは結構難しくてサポートは明かからさめに例えば敵にすごいうまいウィデオメーカーがいたらどうしますどうしようもないですよなんかもう DPS とタンク頑張ってくれみたいなでもさ頑張ってくれないっていうかさ無視するときあるじゃん、うん、あれ止めなきゃいけないじゃんんか本当はだから、まあ、フランカーというかトレーサーとか。うん まあとかかわんないけどリーパーとかで寄って締めてくださいって気がするんだけどっ、ね、なんかすげえ20キルとかもしててあのウィドメガ止めろよって思ってるしかもさ後ろでヒールしてたら殺されるとか最悪じゃん <laughs> でお前そういう時は僕はもうサポートに悪夢じゃないなってもう諦めなすね僕らがどうにかできる問題じゃないみたいなまあ一応ねなんかル,、はい、ルシオだったら寄って殺すっていうことは結構あるらしいんですけどそこまでの技術力がないんでまあ全員がそのサポートはやっぱり結構 仲間にさ依存しちゃうじゃん。はい、まあそれこそ分かりやすく、はい、マーシーとかはまあ基本的にはポケットというかその、ね、ファラとかがいたら出すみたいな発想だけど、はい、その点、やっぱりサポートの方が難しいなってことを超思ってますね。まあ、そうそうあまり戦況を動かせないんじゃないですかね。動かせないけど、合わせないといけない。合わせないといけないって感じですかね。 ただあのウルトの使い方のタイミングは圧倒的にサポートが多分すごい重要なやつが多くて、うんまあ、ルシオンもそうだしあとアナもなんだっけあのナノ,あ,ナノ、はい、あれとか俺全然使いこなしてないけど基本的にはあの仲間のウルトと合わせるのが前提じゃないですかもうそうしたらすげえ一気に勝てるみたいなのがあってだからそういったのは初心者サポートは結構難しい。 っって思ったね<ー>勉えああ確かに初心者向けって言えないと思う言えないんですかね <laughs> まあそこまで理解するのは初心者の段階では難しい,、ね、いやとはいえウルトのナノブーストとかってだっかそれちゃんと使わなかったらかなり無駄に使っちゃう感じするからまあまあまあでも温存しといてよなみたいなとこありますもんね適当にタンクに使ってくれればいいのかもしれないですね初心者だったらまあこのゲーム特殊なのがランクマッチいくまでに50勝しなさいっていう条件があるじゃないですかはいはい、はい あの中で全部覚えてくれみたいな感じなんでしょうね。その割には悪いけど、やっぱり説明が薄い薄いですね。薄すぎでしょかなり変な話、公式が投げてて、ストリーマーとかに解説任せてる感じはありますあるし、一応、死んだ時に右側に DVer のなんとかコントローとかで、ちょっとした説明じゃん、そんな分かってるよみたいな、少ないことが多い。連携の対する知識とかは、ほぼネット上探るか、動画見てください。ただまあ そんなもんかな、まあ、結局。リーグオブレジェンドと,とかやってても、外部サイトに頼んなかったら何も分かんないですから <laughs> <laughs> もう。もはや、何も分かんないからあだから、だからだからやっぱ動画見るようになってますよね。うんうん、そうですね、皆さんも。だから、うん いいい方法を教えてください <laughs> <laughs> ぜひオーバーオシーォャチの皆さんもアドバイスがあればまあでもだいぶね、はい、その雰囲気は理解してからある程度やって、うん、あの今度はあバロラントに移ろうかなと思うてああはいはい、はい、その辺仕事上知っとく必要もあるっていうところもあるから確かにまあバロラントもちょっとだけはやってますけどねうん私、うん、オーバーオーチついやってないですちなみに <laughs> やってなかったう <laughs>、うん ワンはその時少しやったんですけど、あれ今の話ほとんど完全にでも、あれでしょ ?Xbox だったら別に Xbox で無料でしょでも。ああ、今いや、わかんないです。2の段階で全て無料になったからです。ビデプレなんで。ゲームパスとか関係なく無料なんで。ゲームパスだったらなんかいいことないよね、まあ、やってくださいよ。まあ。私ね、オファーウェッチね、結構前作のなんていう テンポが速いとかそういったアクション性が良くてすごく好きだったんですけど下手なんですよ <laughs> 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 下手で結構あのゲームねきちんとちゃんと集中してやらなければ難しいと思いますよだから入りやすくはあるけど実際問題なんかちゃんとプレイできるかどうか全然わかんないですね、うん、やんぱり、うん。 えっとはい分かりました僕も、うん、あノブさん大丈夫ですかね、はい、えっと僕はですねえっ、ー、とまあハイワンライフメインでやってたんですけどあの年末休み中であともう一本ですねあの去年ずっと話題になってやりたいなやりたいなと思いながら時間作れなかったゲームマーベルスナップはいはい <laughs> 大人気で、ね、<ー>スマホでやってます超人気大大大大人気で、うん、えっとまあスマホ用のカードゲーム簡単にマーベルテーマママーベルテーマの,、はい、マーーマのそうそうそう で私あのそ,それ系のそのカードゲーム、そしてフリー p プレイのそれ系のカードゲーム、普段も好きじゃないんですよね。うんうん、で特にこう面倒くさいあの課金要素が多い場合が多いし、<ー>なんですけど、いやそういうのもほほないんですよね。課金もちろんあるけど、<ー>あの面倒くさくあんまならないし、なるほどマーベルのそのキャラクターとか好きのであれば、まず。 あのやるべきだと思うんですけど、マーブルかんあの興味なくてもゲームのシステムは非常に面白いんですよ。えー、あのフィールドプレイその各ラウンドですね。まず1ラウンドが多分2、3分ぐらいで終わるんですけど、各ラウンドにあの3つのエリアがあるわけ。こうテーブル上にね、エリア1、エリア2、エリア3があって、でゲームが始まるときにその3つの中のエリアの1つしか内容がわからないで。エリア自体、 にこう特徴があるわけルールがあるわけそれぞれぞルルールは違う。で3つのエリアの中から2つをえとまあ自分のものにするいわゆる自分のその得点を相手より高くするのは目的なんですけどえと最初はその3つのエリアの中でまあ1つしか内容わからない。 で自分のカードもいろいろ持ってる中、いろんなキャリアのカードですね。あのアイアンマンのハカードがあるんですけど、それぞれのカードにも、まあ、えー、と出すとこのぐらいの得点出ますよという、まずスコアがあるんですけど、それ以上ですね、あの各カードに、えー、何かしらの、えー、と技があるんですね。このカードを今使うと、うんえ 例えばこのエリアにあるカード全員がプラス1になりますとかこのカードを今ここで使うと隣同士のエリアがプラス2になりますとか、うん、えとこのカードを今回使って次のターンで同じエリアでカードを出すとさらに得点が増えますみたいないろんなあの特徴があるんですねそれぞれ結構種類は多くて違うんですねでエリアも例えば場合によってじゃこのエリアでえ 1ゲーム6ターンがあるんですけど、今回このエリアですと,、えー、と、ターン4からカード出すことできません。前半でしか使えないエリアとか、あるいは、えー、とこのエリアにカードを置くと、あああの置くとそのターン5で、えー、と消えてしまう可能性がある。 殺されるわけの可能性が25%にありますとか、うん、まあいろんなそういったルールが各エリアにある各カードにあるそして相手の持っているカードにあるから一応単においてあの特定の稼星で勝つっていうことではなく、うん、あのちゃんときちんと自分の持っているカードの中でこう戦略を考えて、ね、今このターンでこのカード使えば えー、次のターンでこのカード使えば合わせてこういう結果になるっていうことを考えないといけないですね。うんうん、そして途中でその、えー、ゲーム中でその2つ目の3つ目のエリアの内容が分かってくる中であじゃあ分かんないけどとりあえず置くあるいは、えー、分かってからああじゃあここで置くべきだったとかここからここを使うとかあのそういうのもありましてあのかなりあの自分のそのデッキを,デッキをまあ ちょっとずつ新しいカード手に入るんですけどデッキは自分で管理して、うん、このデッキだったら、えー、とこういう戦略があるよなっていうデッキも複数も作ることができてできる限りこうずるいプレイも含めて自分の,その戦略をあの考えてやるようなゲームなんでしかもその3つ,目3つのエリアの中で最初からか内容わ分からないということによってそしてルールはかなり 毎回違うんで、うん、もう完全にデンジャーゾーンになるエリアもあるしあの完全に有利なゾーンもあるし最初から分からないのでプレイしながらあこれなんだこういうエリアになったんだっていうところで自分の戦略はあをあの変えることし,しないといけないんですね、うん、あこれだったらこのカードじゃなくてあのカード使いべきだなっていうことが明らかにちょっとずつなってきてただし場合によって あのえっとですね、ターン1で、えっ、ー、と、なんていうかな、エネルギーがあるんですね。はい,は,いは,いはい。エネルギーカウンターがありまして、ターン1だったらエネルギー1、ターン2だったらエネルギー 2, 2>、まあ、るマナーですね。うん、まあ、マナー、そうそうそう。うん、で、各カードにそういったね、マナーのスコアもあるんですけど、えー、なので、前半で使えるカード、後半で使えるカードとか、うん、でも、デッキからランダムで出てくるし、なんかこう、うん、今回、例えば、えっ、ー、と、 マナーまあパワーの2になってるけど私3のカード以上しか持ってないんだっていう時もあるからその辺のそのデックビルディングデックを作る時にもこうちゃんときちんと考えて、うん、あじゃあ細かい数字のあるやつは多めに入れた方がいいなとかこのカードとあのカードの相性が良くて。 入れようとかかその辺の辺の戦略も含めてあるから結構ですね、思ったより飽きないですね。かなり結構毎回毎回面白くて、毎回毎回その勝ち負けにちゃんときちんと集中してやらないといけないっていうのはあるし、でもペースは早い。ワンラウンドがこう2、3分だから、パッと見て考えて、じゃあこれで出して、相手のターンを見て、あこうなったんだ、次はこれみたいな、常に常に戦略を考え直して。 やるようなゲームなんで結構これをもっとより面白いです。はい、だいぶおすすめします。いえい、珍しいですね。はいはい、フィールドがその影響を与えるのって珍しいですね大きい。それは多分大きいの特徴だと思いますね。出たカードゲームは大体プレイヤーと相手の2人の関係しか関係なくて、フィールドっていうのは第三者みたいなのがなかったので、こ、うん、この、ね、起きるランダム的な部分は。 面白そうですね。はい、その点き見たら、が大きいかな、はい、と感じます。すねはい、はい、かなり魅力的です。うん、マーブルスナップをおすすめします。うんうん、はい。 はい。ということで、今週の今週遊んだゲーム、はい、あるいは今、えー、年末年始休みで、3月休みで遊んだゲームはここまでにしたいと思います。うんはい、皆さん、どんなゲームやってますかもう絶対に正月休みでやってますよ。絶対。なので、えー、とコメント一覧で教えてください。<laughs> はい、はいえー。いろいろ感想を知りたいと思っております。えー、そして、チャンネルの登録もぜひよろしくお願いします。はい。ということで、また来週までにお、えー、待ちしておりますので。 拜拜，拜拜。